ダブルリーグの試合情報をまとめてお届け、週刊ダブルリーグです。まずはレギュラーシーズン第8週の試合結果からお届けします。今週は2連勝がデンソー、シャンソン、富士通、トヨタ自動車、エネオスの5チーム、1勝1敗が姫路と新潟、日立ハイテクとトヨタ紡織の4チームでした。トヨタ自動車はここまで無敗の16連勝、圧倒的な強さで強豪を退け、プレーオフ進出と来シーズンからのダブルリーグプレミア入りに一番乗りとなりました。今週のピックアップゲームは日立ハイテク対トヨタ紡織のゲーム1です。プレーオフラインのベスト8に向けて安心できないラインにいるこの2チーム、お互いに負けられない戦いとなりました。ゲームは第1クォーターからトヨタ紡織が試合をリード、エースの東藤選手を中心に攻め続け、一時16点差をつけます。意地を見せる日立ハイテクは丸見選手の強力なインサイドプレーをベースに組み立て、第1クォーターの大差を徐々に追い上げ、第4クォーターの序盤でトヨタ紡織の背中を捉え、白沢選手のシュートで逆転、日立ハイテクが2点差の接戦を制しました。続くゲーム2はトヨタ紡織がリベンジを果たし、今週は1勝1敗となりました。今試合で活躍した両チームの選手の紹介です。まずはトヨタ紡織より東藤選手、持ち味のディフェンス力とフィニッシュ力をゲームを通して発揮し、エースとしてトヨタ紡織を終始リードし続けました。勝利した日立ハイテクからはマレム選手、怪我で思うようにプレーができていなかったマレム選手ですが、このゲームで24得点を取りシーズンベストを更新、リバウンド12本と合わせて今シーズン初のダブルダブルを達成し、プレーオフへの生き残りに向けて調子を上げてきています。続いてスタッツのご紹介です。まずは第8週の週刊リーダーズから、今週は姫路より遠藤選手と吉田選手が得点とスティールでそれぞれトップ入り、リバウンドはシャンソンの吉田選手が平均 11.5 本と今シーズン初のセンターポジション以外がトップになりました。続いてシーズンリーダーズ、先週に続き得点、リバウンド、アシストはトップ変わらず、宇治選手はリバウンド、ブロック、フィールドゴール成功率で3冠継続中です。トヨタ自動車の梅木選手は56本中28本成功で3ポイント成功率 50% 台をキープ、トヨタ自動車の快進撃を外から支えます。第8週時点でのチーム順位です。今シーズンも後半戦に入り、残り試合数は10試合となります。まずトヨタ自動車が無敗の16連勝でプレーオフ一番乗りを達成、来シーズンから始まるダブルリーグプレミア参戦を確定させました。順位は全チーム変動なし、トヨタ自動車に次いでプレーオフ圏内にいるデンソー、エネオス、富士通は同率で並びます。シャンソンがこの上位陣に続く形で、トヨタ紡織と日立ハイテクがやや勝率を下げて並んでいます。ベスト8の土俵際では愛心が意地の踏ん張り、4勝の三菱電機が逆転を狙う9位についています。最後は第9週の試合スケジュールです。次回の試合は年末年始での開催、年内は新潟対シャンソンが連日の試合で最後となり、残りの試合は年明けでの開催となります。注目はトヨタ紡織対愛心とトヨタ自動車対富士通。トヨタ紡織対愛心はプレーオフ進出に向けてお互いに安心できない順位にいるチーム、ここで順位の近いライバルを倒して枠を確保したいところです。トヨタ自動車対富士通は上位チーム同士の対決、今シーズン連敗のない富士通は無敗のトヨタ自動車に土をつけられるでしょうか。新年からダブルリーグは熱く盛り上がってきそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今年の週刊ダブルリーグは今回で最後となります。たくさん見ていただきありがとうございました。また来年もダブルリーグの熱い状況をお伝えできればと思いますので、引き続きチャンネル登録と高評価で応援のほどよろしくお願いいたします。